20代とかで若い夫婦が新築プラスアルフォードとか買えてるのはなぜですか？なぜ若いのにそんなにお金があるか謎です。家建てたと家の写真を SNS に上げてマウントしてるのも無駄です。どうせ35年フルローンでカスカスのくせに見合ってバカみたいだなと思います。家を持つのがそんなに偉いことなんですか？コロナの影響でローン破綻してるものもあるのに怖くないのかな。他人が何を買ってるとかどうお金を使ってるとか僕超どうでもいいと思うんですけど、自分が幸せであれば周りの人ってどうでもいいと思うんですよね。なので自分自身が楽しくなる方向に時間とその考えを使う、その心の余裕を使った方がいいと思うんですよね。あと例えば僕今この1880円スパチャでもらったんですけど、底辺の YouTuber でライブやってる人とかに500円のスパチャするだけでめっちゃ喜んだりするんですよね。なのでそういう底辺を喜ばせるっていうのをやるだけで割とそのなんかいいことしたっていう気になったりするので、なので底辺にスパチャをすると割と幸せは簡単に買えますよ。